今後に興味を持ったのは、だから捨てられた楽園だったから。豊富な鉱物資源がありながら、それを搾取されるっていう目的が多分主だと思うんだけど、多分紛争が国境近く東側のところで隣の国と起こっていたりだとか、それが意図的に起こされている可能性もあるんじゃないのかな。とにかく4万5千人ぐらいの人が亡くなっている情報だったりとか、いろいろそういったものを見聞きしているうちに、やっぱり身の危険もあるから、別に私が戦場カメラマンをやってるわけでもジャーナリストをやってるわけでもないけれども、何かそこで しなきゃいけないんじゃないかっていう思いが常にあったという意味で、今後についてずっとこう思いがあったわけですよね。もうほんとちっちゃな頃から、学校に行く前に朝ごはん食べてると、うちの家庭はちょっとテレビをね朝見ながら食事をする、習慣だったんですけれども、ちょうど中東戦争かな、私が厳密にその小学生の時にどこで誰と誰が戦ってるっていうことは分からなかったにしても、必ずその自分の世界とはかけ離れた場所で戦いをしてる映像がテレビのニュースで、中東戦争ですよね、やってた。で、なんでこんな戦って人が人を殺さなきゃいけないんだろうかっていう思いもあったし、自分のその祖母が第二次世界大戦期間中にその満州に渡って要するに生き証人として第二次世界大戦の内容も直接の祖母からいろんな話を聞かされていて、その終戦後もロシアから兵士たちがこう満州に攻め込んできて、やっぱりすごくその強姦されたりだとか、虐殺されたりだとか、捕虜にされかかったりだとか、どういうふうな逃げ方をしたとか、その時の恐怖とか、やっぱり一緒に祖母とおばちゃん子だったんだよね、一緒に寝る機会も多かったんだけども、やっぱり寝ている最中にすごくうなされて声を上げてたりする場面を何回も見てるんですよね。だから人がそのトラウマを抱えるような経験をした時っていうのは、どんなに年月が経ってもやっぱり払拭できない苦しみがある。幸いなことに祖母はうちのおばたちをね、ちっちゃい頃、置いてきたのは中国残留孤児という形になってたかもしれないけど、みんなを連れて引き上げ船に戻ってこれた。人が戦争が起こる時のメカニズムってのは必ずその奪う、なぜ奪うか、欲、要するに自分が何かを獲得したいっていうことに基づいて、もっともっと突き詰めていくと物欲、物があれば豊かになれるということになっちゃうのかな。いろんな、それが正解ではないとは思うけれども、やはりいろんな、なぜ自分なりにちっちゃい頃からその戦いが起こって人が人を殺すところまで自分が豊かになる、物質的に豊かになるってことを求めるのかっていうことについて、漠然とってしか言えないと思うんだけれども、考えている子供でしたね。記憶の中ではやっぱり6歳とかだと思うんだけれどもね、そのぐらいの時からやっぱり、なぜ人が人を傷つける戦争が起こるのかで、実体験としてもちろん小学校行けば歴史の社会科で学ぶところによって、うちの、おばあちゃんが経験したことはここの中のここの部分でこういう生活をしてたんだなっていうことが分かってきたり、で、そういうふうにいろんなところで、なぜなんだろう、なぜなんだろう、人が人を傷つけるっていうことはなぜなんだろうって考えて いきましたね。で、最終的に私は大学は国際関係学部っていう学部に入ったんですけども、
まあ、そこではやっぱりその国際連合に関することだったりとか、まあ、地域紛争だったり、まあ、まあ環境論だったり、まあ、いろんなことをやったんですけれども、まあ学生時代にはあの日本に、まあ、労働をするという、まあ、意味でその日本に滞在している、まあ、主にアジアを中心としたところから来ている外国人の方たちに、まあ、日本語を教えていたりもしたんですけども、やっぱりその時にもね、ちょっと自分の中ではいろんな体験したんですけども、すごくそのあとある私忘れられないフィリピン人の女性がね、意味もなく学生である私に対してすごくその意地悪なことを言ってくるんですよね。で一緒にボランティアをやってる、まあ、先輩のある年配の女性とかも、日本人に対して憧れがあるのよ、妬みや嫉妬から来るものだから気にしなくていいのよっていうふうに言われたんだけれども、その時もやっぱりなぜそのフラットに仲良く交流できないかって考えた時に、もちろんその頃にはやっぱり経済構造っていうものをすごく意識して考えるようになってましたよね。やはりその先進諸国を中心とした、まあ、リッチな 単純に言うとリッチな国と、まあ、第三世界って言われてるその途上国って言われてる国の人々のやっぱり経済格差の中に、個人レベルでもやっぱり感情的なわだかまりが何もしてないのに芽生える。で、私はそれと同時に、まあ、とある NGO 団体に所属していて、そこで実はね、ちょっと精神的に病んでしまうようなショッキングな、時代を送った経験もあるんですけども、やっぱりそのアジア圏の国っていうのは、まあ、主にそこは具体的にはタイだったんですけども、貧しい田舎のところから、まあ、バンコクとか繁華街の方に子供をね、まあ、ブローカーが連れてきて、要するに性的産業に従事させるわけですよね。でその中で、まあ、児童回春、まあ、幼児ポルノの世界が今ちょっとネットが普及したおかげで、まあ、明るみに出てますけど、昔からねその子供を性的対象にして、まあ、性的虐待を行う、それをアジアのそういった場所に行って行うっていう人たちがすごくお金で子供を買うわけですよ。でその子供たちは虐待を受けたに等しいわけですから、まあその場で死ぬこともあれば、まあ子宮が破裂して障害を抱える女の子もいれば、まさに人間が暮らす場所じゃないんですよね、その惨劇が。なのでそれを目の当たりにした時に、どうしてその搾取する側と搾取される側ができるのかなって。で私自身も日本でまあぬくぬくと育ってきたから、その部分に関してどんなに心を痛めたとしても何もしてあげれなかったんですよね。やっぱりその悲惨さにもう目を覆いたくなるほどのショックを受けてしまって、まあ、まだ子供だった自分、私が19歳20歳ぐらいの時っていうのは、もう何もその結局そういった世界の上に踏み台として先進諸国が経済構造として成り立ってるんではないかなっていうところの部分をすごく意識せざるを得ない感じでしたね。経済構造っていうものから来る歪みっていうものを、まあ事実受け止めきれない自分がいたんだけれども、まあこうしていろんなプロセスを通ってきて、今の自分っていうのはどんなふうに考えが変わってきたかっていうと、やはりその豊かであるということに対して、物を持っていないと豊かではないんじゃないかっていうところの人間の本質的な価値観がやっぱり生み出すものだったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。でも
お金を持つ、たくさん持つっていうことの意味は、それだけ多くの機会を得るというふうに言い換えることもできると思うんですよ。要するにお金がたくさんあれば好きな場所に行ったり、好きな時に好きなものを買ったり、まあそういったいろんな自分の機会をたくさん得ることができるってことも言えるんですけども、まあなぜかそのものをいっぱい買うっていうことが本質的になんかお金持ちになったら幸せイコールあれ書いてこれ、まあ要するに欲そのものの、まあ満たすためのツールとしてお金を求めるっていう行為があるんだけれども、その行為を満たすためにもういろんなものを国家レベルでも搾取していくような構造ができてるわけですよね。ただ本当の豊かさっていうのはやりたいことをやりたい時にやれるっていうことだと私は思ってるんですけれども、だから決してそのものをたくさん集めることでも高級なものをただ単に身につけることでもなくて、体験するっていうことそのものが結局心を一番満たしているんだっていうことだと思うんですよ。どんなに人を傷つけてお金を得たとしても本当の満足っていうのは得られないって私個人はそういうふうに感じているんですね。それは当たりで正解でも不正解でもなくて、皆さんがどう感じるかっていうことと共感しても共感しなくてもいいレベルの話だとは思ってるんですけれども、ただ私が主体的に考えていくのは、みんなが日々その安心して人間が人間らしく多くの幸せな体験を持って人生を終えていくっていう社会を作れないものかなっていうところが、本当に今振り返ると子供時代から考えてきたことが今にずっとそのプロセスとしてつながっていて、まあ今後と日本の循環っていうものは一つのまあ形かもしれないけれども、もし国と国とのその地球には本来線は一切引かれてないわけで、国境もないわけで、その人種やその文化いろんな習慣性の違いっていうのはユニークなオリジナリティでしかないんですよね。だから自分たちが築き上げたオリジナリティとユニークさ、それは赤色の花が素晴らしくてピンクの花は素晴らしくない、そういうことと同じで、どんな色ユニークも全て等しく素晴らしくて、それら私たちが地球上のいろんなところでいろんなものをクリエイトしていて、それらの人々が自分らしく生きていられるっていう環境を奪い合うことではなく分かち合うことで過ごしていく、それを起点にやっぱり世界中にそういった環境を作っていきたいなっていうふうに、それが私が最終的にクリエイトしている自分の中での世界です。今回は第一歩として、その皆さんと共にそういった第一歩を作り上げていく、そこでもちろん誰かのためだけにやるのではなく、第一番目に自分が幸せになるってことが大事なんですよね。自分が幸せじゃないのに誰かのために何かをしようとすることは偽善と言って、やはり苦しみを生んでしまう。自分が一番でいいんですよね。自分が一番幸せになることで勝手に他の誰かも幸せになっているということを作っていく、皆さんと共に作っていく、それがこれからの新しい社会の在り方なのではないかなというふうに私は思っています。みんな一人一人が重要な存在なんだっていうことを思い出してほしいと同時に、自分が重要じゃないような気がする、そうやって勘違いしちゃうからこそ特別意識が生まれるんだと思う。逆に自分を自分で特別視したくなるっていう
ことって自分が重要じゃない、ただ一つの何でもない一点っていうふうに過小評価をしているからだとも思うわけ。だから特別意識で自分を引き上げたいっていう欲求に駆られてしまう。でもやっぱりどの色が素晴らしくて素晴らしくないとかっていう評価の外側にある存在だから、一人一人の人間っていうものが、だから自分に対してその評価を与える必要もなく、自分の思うままに思いたいことを思い、やりたいことをやり、素直に生きていく、ありのままっていう表現も、あるがままっていう表現もあるけれども、それは自分に素直に正直に生きていく、それだけだと思う。皆さんが今回私もね、クレジットコインを持つことによってお金を例えば増やすことができますよっていう側面もあるけど、それも幸せの中の一つのカテゴリーだから、ぜひ皆さんにも自分の幸せの一部分としてそれを受け取ってほしいなって思うけれども、それが全てではないんだよっていうことも同時にやっぱり思い出してほしいかなっていうところありますよね。自分がまずそこの部分を起点に幸せになることで、今回具体的に今後にいるっていう人たちの幸せも、自分が幸せに感じて幸せに過ごすことで勝手に向こうも幸せになっていってくれるっていうメンバーになってほしいなっていう。